福岡市の中央区役所です。マイナポイントが付与されるマイナンバーカードの申請が明日までということで、窓口は非常に混雑しています。中央区役所では先週からマイナンバーカードの受け取りや申請に訪れる人が1日300人を超える日が続いています。春の引っ越しシーズンで転入や転出届の申請と重なっていることもあり、職員は連日フル稼働で対応に当たっています。マイナンバーカードについてはポイントをもらうための申請期限などが十分に周知されていないこともあり、市民も混乱しているようです。2月月まででなんかポイントがもらえるっていう知らせがあったので、その間に合うように今日は来ました。マイナポイント自体は5月末までに延長になったってご存知でした？あ、全然知りませんでした。カードの申請が終わっていて、で、ポイントの申請をするために急いで2月中に受け取りに来る必要はないです。また混んでない時にゆっくり落ち着いて来られてください。政府が行うマイナンバーカードの普及策、マイナポイント第2弾では、カード取得者に最大5000円分、カードを健康保険証として登録した人と国からの給付金受取口座の登録を済ませた人にそれぞれ7500円分付与され、最大2万円分のポイントが受け取れます。当初ポイントの受け取りには今月末までにマイナンバーカードの取得申請とポイントの申し込みを必要としていましたが、総務省はこのうちポイントの申し込み期限を5月末まで延長しました。一方、マイナンバーカードの取得申請期限については今月末まで、明日までとなっていて再延長はありません。要するに明日までにマイナンバーカードの申請手続きを済ませれば、マイナポイントの申し込みは5月末まで可能となっています。ただカードの受け取りやマイナポイントの申し込みも明日までと思っている人がかなりいるようで、区役所や商業施設のサポートセンターではスタッフが連日対応に追われています。こちらのマイナンバーカードの申請窓口ですが、ただいま待ち組数14組ということで、受付までおよそ1時間かかるということです。今ですね、ちょっと1時間超える待ち時間出てますから、よろしいですか？福岡市中央区のマークイズ福岡桃地に設けられた申請サポートセンターです。昨日も1時間以上の待ち時間が発生していました。大きいんじゃないですかね、2万ポイントって。何かと今ご時世がこんなご時世なので、はい、何か使えるかなと思って有意義に、受付をしてから1時間ぐらい待ちました。もうちょっとかかるかなと思ってきました。はい、助かりました。主人はもう作ってて、私と子どもたちがまだだったのでそれで来ました。子どもたちが許してくれるなら生活費に使いたいなと思います。4人で8万ポイント。嫁さんが多分使うと思う。僕はもう何もいらないです。子供の洋服買ったりとかするんじゃないですか、ね、今やっとけばみたいな。このサポートセンターでは訪れた人が待ち時間を有効に使えるように整理券を配り、順番が回ってきた時に連絡するシステムを取っています。スタッフの数も駆け込み申請に備えて今月から2人ほど増員しました。たくさんの方にその申請はいただいているので、分担をしながらうまく、はい、なるべくお客様をお待たせしないようにスムーズにご案内できるようにはしております。窓口では書類の記入や写真撮影などを行うため、一人につきおよそ10分から15分程度かかります。手続きの時間の短縮につながるよう市は協力を呼びかけています。国からマイナンバーカードの申請書類の方がまだ申請されていない方宛にお送りされていると思いますので、もし可能でしたらそちらの申請書をご持参いただきましたら、手続きの時間の方は短縮することができますので、よろしくお願いいたします。終日お越しになる方多いかとは思うんですけれども、比較的午前中が空いているかと思いますので、慌てずにお越しいただければと思います。